お疲れ様です。ニコンゴです。チームの所属発表、結婚と家族が増える発表と、ドタバタの9月が終わって10月になりました。今後ともね、ニコンゴよろしくお願いしますって感じなんですけど、所属することになったチームっていうのが、原宿ストリートゲーマーズっていうチームなんですけど、今回、そのチームのスポンサーさんからいろいろ届いたんで、せっかくやしと思って、それを紹介していこうと思って、久しぶりに実写動画を撮っております。で、めっちゃ簡単にチームの紹介をすると、今あるのは PUBG モバイル部門とストリーマー部門の2つの部門です。と、元モーニング娘。の飯久保春菜さんがアンバサダーとして活動をされてます。これがロゴです。これもね、物資に入ってました。かわいい。ステッカーがね、いっぱい物資の中に一緒に入ってました。ありがとうございます。で、YouTube にも力を入れていきますっていうことで、私もね、所属前にコラボをさせてもらったことがあります。で、その時の動画も、このチャンネルにも上がってるんで、もし、よかったら見てもらえたら、雰囲気も伝わりやすいかなって思います。で、予定では、これからね、活動の幅とかも広がっていく予定なんで、ニゴリスにはチーム活動の発信とかも楽しんでもらえると嬉しいなっていう感じです。ということで、もう早速ね、ここに並べたんですけど、いろいろ紹介していけたらいいなと思います。で、もし気になることとかあったら、配信とかに来てもらって、チャットで聞いてもらえたら、見せたり、話したりできるんで、聞きに来てもらえればって感じです。先にお菓子をちょっと見ようかな。お菓子は全部スポンサーさんの、わさビーフさんからいただいたものです。で、王道のわさビーフ以外にも結構いろんな種類があるみたいで、珍しい系を入れてもらったんかな。王道以外のやつが入ってたんですけど、ちょっと種類がいろいろあってびっくりしました。ということで、見ていきます。はい、まずは、男気わさビーフ。辛さ濃厚最強クラスって書いてます。なかなか刺激強そうなわさビーフ。こちらが入ってました。ありがとうございます。次、秋シリーズ。初掘り、秋ポテト。なんかもう普通に美味しそうなポテチやろうな、きっと。秋ポテトということで、季節のスナックをいただきました。ありがとうございます。秋シリーズ。こちらが、さっきの秋ポテトのコンソメ味ですね。あとこれ、2つ入ってたんですけど、サワークリームオニオン。これです。北海道サワークリームオニオン味で、爽やかな酸味とコクです。ちょっと味の想像が、サワークリーム系あんまり食べへんから、味の想像がまだできないんですけど、北海道の美味しそうなやつです。お好みソースマヨビーフ。これね、ここにわさビーフの妖精みたいのがいます。なんか関西人が好きそうな。やつになってます。ということで、わさビーフを出してる山吉さんからの物資、スナック菓子一式です。ありがとうございます。ちょっと1個食べてみようかなと思ってて、で、ちょっと辛いのを今、ここでね、配信で食べると、こっちのね、紹介に支障が出るかもやから、もうせっかく関西弁なんでね、ソースマヨビーフ食べていきます。実際ね、スナック菓子めっちゃ久しぶりなの。ということで、いただきます。中見る？中こんな感じ。いただきます。うん。美味しい。懐かしい味がする。そう、まさかさ、チームに所属してさ、スナック菓子食べれる日が来ると思ってなかったから、嬉しい。しばらくね、スナック菓子には困らん日々を送れそうです。ありがとうございます。手もちゃんと拭きました。ということで、デバイスの紹介ね、していきたいと思います。今回いただいたデバイスは4種類です。クーガーさんっていう、いろいろデバイスを出してるメーカーのスポンサーさんにいただきました。ありがとうございます。イヤホンだけ開けて耳に入る状態にするみたいなことはしたんですけど、それ以外はまだ未開封の状態なんで、開けた見た目と、箱とっていうのの紹介をしていけたらいいなって思ってます。で、使用感とかについては、ちょっとこれから使っていかなわからんことなんで、また配信とかで聞いてもらえればっていうような感じです。まずは、最近 iPad とか端末、モバイルゲームすることとかが多いんで、イヤホンから紹介していきます。で、これは使った。で、イヤホンを iPad に挿すだけで、マイクも使えたから、そういうイヤホンが今なかったから、すごいありがたいなと思って。こんな感じになってます。こんな感じです。で、ここの、イヤホンのね、ここ耳の中に入れるゴムと、これの付け替えもできるんですけど、これは両方とも中に、サイズ違いが入ってて、サイズの調整できるようにはなってます。で、両方挿すとこんな感じ。結構ね、遮音性高めです。マイクは取り外しできます。挿すと、見た目はこんな感じになります。はい。これがイヤホンのマイク使ってます。パソコンにオーディオインターフェースつないで、で、そこにイヤホンのヘッドセット、音を聞く部分とマイクの部分の2種類を挿すとこ挿してます。伝わるかな？で、今は口とマイクの距離結構離れた状態で喋ってます。はい。かなり近くするとこんな感じです。ちょうどいいぐらいやと、こんな感じかな？です。はい。そして次は、これは？これスマホスタンドです。良さそう。英語やから完全には分かれへんけど、充電ができる。USB が挿せる。光る。みたいな感じ。箱はこんな感じです。はい。ということで、充電器設置完了しました。これ下が吸盤になってて、ひっつけるとダム缶。ちょっと、動画に映すために底上げしてるんですけど、こんな感じになってます。で、パソコンとつなぐ線と、この横につなぐことによって、横につないでる分で、ここに置いとくだけで充電はされてる状態になってます。ここを緩めると角度を調整できる。ちょっと音嫌やったらごめんね。で、キュッと締めると固定されるっていうような感じみたいです。こんな感じ。で、下もね、光ってます。で、横に多分この線を挿せるようになってるから、ここに線挿して、なんか別のものを充電しながらっていうのもおそらくできるんじゃないかなって感じです。まあ、あとは、まあ、横もいけるし、サイズに合わせて、ここをね、このサイズなんやけど、ここを押すことによって、パカッて開いて、結構大きめのものも設置できるようになる。あ、これが最大かな？映るかな？このサイズが最大なんやと思います。違ったらごめんなさい。で、スマホはこれぐらいのサイズ。iPad とか用ではないかなって感じ。で、調整することができてって感じですね。ここはこんな感じ。はい、次がこちら。これはヘッドセットをかけるヘッドセットスタンドですね。こんな感じです。で、ヘッドセットもいただいてるんですけど、それとセットで使えそうな雰囲気ですね。これがヘッドセットです。すごい重量感。箱めっちゃでっかいし、すごいな。はい、こんな感じです。で、これは箱になんかバリがついてて、開けれる。あ、もう見れる。こんな感じの箱に入ってまーす。はい。ということで、設置しました。こんな感じです。で、これも、スマホスタンドと同じく吸盤みたいになってて設置できるやつを、急遽箱に設置してます。スタンドだけで見ると、こんな感じです。上の部分は、シリコンかな？なんかゴムっぽい素材で柔らかくなってる。これは、電気とか通電する必要はなくて、このまま使えるよって感じのものみたいです。で、ヘッドセットはこんな感じ。結構大きめです。ただ思ったより軽い。横にロゴが入ってて、マイクは引っ込めれる。出すとこんな感じ。つけるとこんな感じです。なんか結構大きいし、重いんかなとか思ったんですけど、意外とそこは全然平気な感じ。小顔効果あるかも。はい。で、接続は、これなんて言うんやったっけ？この形。これが何かっていうと、パソコンとつなぐときは USB 接続にできますっていうパーツがついてます。これに接続して PC に USB で接続できますよっていう状態なのと、もう一種類パーツがついてて、これは普通にイヤホンジャックにさせるようになるやつみたい。で、この状態やったら、そのモバイルとかコンソール機器とかに接続できる。これ便利かもな。絶対 USB とか絶対こっちの端子とかのものが多いから、まあそのことを考えると、ここで切り替えて使い分けれるのは結構便利かもしれへん。一回これで iPad でゲームしてみたいな。このヘッドセットでモバイルゲームやった方が、もしかすると音質とかね、マイクとかもモコモコしてるし、音質良かったりするかもしれへん。なんかそういうのもやっていけたらいいなと思ってます。つけた感じは、こんな感じ。あとね、シール入ってた。ステッカーが入ってました。耳のイヤーの部分。ここ回すと音量変わるらしい。で、右は音量の大小が変わる。で、レフと左はマイクのミュートがここで切り替えれるみたいです。なんかわかるかな？ちょっと回るんよね。カチって。これでミュートかどうかが切り替わるようになってるみたいです。なんで、紐になんか音量調整とかのものは何もついてないですね。右と左で。これ珍しいね。ここについてるの。ここが回るようになってるみたいです。はい。ヘッドセットのマイクを今使ってみてます。今、口とマイクの距離結構遠い状態です。で、かなり近づけると、こんな感じになります。中間ぐらいやと、これぐらいかな？こんな感じです。はい。ということで、山吉さんと久我さん。この度はありがとうございました。これね、ちょっとわさビーフのタイミングで紹介できひんかったんやけど、わさビーフのマスコットキャラクターですね。すごいちょうどいいサイズで配信にたびたび映り込んでるんですけど、名前はわさ牛っていうみたいです。まあそんなこんなで、まだまだ、できてね、そんなに日が経ってないチームやし、今まではモバイル部門で大会に出たりっていうことがメインで、動いてはったから、まあ、ちょっとまだどんなチームなんかなって思う人とかも多いと思うんですけど、私の環境の変化、他のご報告の2個あったと思うんですけど、そこら辺の変化にも合わせていろいろサポートしていきますよっていう風に言っていただいた上での加入なんで、まあ、ちょっとそこら辺も恩を返していけるように動いていけたらいいなとは思っております。なので、温かく見守っていただけると嬉しいなって思うし、それをきっかけにいろいろと活動を見ながらね、楽しんでいってもらえると嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、お久しぶりの実写動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。まあ、とりあえず、12月ぐらいまでは特に変わることなく、今のペースで配信やったりゲームやったりっていうのは続けていけたらいいなとは思ってるんで、今後ともよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。引き続き、このチャンネルでは、モバイル系のね、配信やったり動画やったりっていうのを上げていけたらいいなって思ってます。で、Twitch の方で PC でやるゲームやったり、まあストーリー系のゲームやったりっていうのを Twitch でやるっていう形でしばらくの間はやっていくと思うので、またよかったら遊びに来てください。ということでご視聴いただきありがとうございました。またね。